熱帯低気圧の接近や前線の影響で、奈良県では今日夜から明日明け方にかけ、雷を伴った大雨の恐れがあります。土砂災害などに十分な注意が必要です。南海上を進む熱帯低気圧や前線の影響で、日本列島には湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となっています。熱帯低気圧は夜には台風になるとみられ、近畿地方にも接近する見込みです。これに伴い、奈良県でも今日夜から明日明け方にかけ、局地的に雷を伴った大雨になる恐れがあります。明日夕方までの24時間に予想される雨量は、多いところで北部で100ミリ、南部で140ミリとなっていて、土砂災害や河川の増水などに注意が必要です。今のところ、県内で被害の発生などは確認されていませんが、不安定な天気によって影響を受けた人も。これからご旅行ですか？そうです。ハワイです。ハワイ、アメリカでね。娘もここで結婚式があるんで、それ行くんですよ。もうちょっと不安はいっぱいあるんですけど。沖縄から来ました。東大寺ちょっと行けなかったんで、東大寺の方も行きたかったですね。また荒れた天気は県南部が中心とみられますが、進路によっては他の地域でも大雨の恐れがあり、気象台では今後の情報に十分注意するよう呼びかけています。